つむつむで稼いだコインを1日使う企画でございます。黙れよ黙れよてめえら。はめっちゃいいやん。いやこれだよこれ。苦しいよくわ。岸田高山着きました。ました。まあ、もうちょっとね奥行ったら食べ歩きできる場所がいっぱいあるんで、そこまで歩こう。金門フグが目だけ映してるお前。これかぶっとけよこうやって。王族お前を踏み台にして湾内に入る。俺は王族を踏み台にしろ。結構白ひげきついよなあれ。王族を踏み台にしろ。白ひげ結構残酷なことやってるから、ね、結構鬼だよあいつ。あ、網焼き寿司。網焼き寿司800円。美味しそう。800円じゃあ俺のマネしてんとじゃ無理やな。普通はいけるんだって。アラジンでも無理やな。ちょっと待って俺マジでアイテム出し惜しみしてます。今からのプランで行ったら食べ歩きして、まあ、夕飯この辺で食べて帰るみたいな感じでしょ。4時半には夕飯食べたいな。夕飯高山ラーメンにしよう。かき氷食いてえな。暑いし。確かに危ないみたいな。なんで止めたの。何で今カイト止めたの。溝のこと。おいブスマジかお前。車でかわいそうやん。車かわいそう。別に溝が死んだとでいいんだけど。なんか言うてますわ。嘘だって溝。お前これ被ったらかわいそうなるんだで。これ被ったら生きてる価値ある。これ被ったらちょっとおかしい若者みたい。大学生のマニアみたい。たまにおるやん大学に一人は。ちょっと変な変わった。あれね、一番前の席に座って勉強してる子ね。あいつめっちゃ真面目だろ。大学に金払って一番いい価値を得とるやつね。確かに。大学に金払って遅刻して後ろの席で寝とるバカって行く価値がない。今すぐ大学をやめなさい。これは後ろの席でウビリやってた。俺もスマブラやってた。授業中にゲームやることがかっこいいと思っとった。触れとる感じがして。めっちゃキモい。俺ヤンキーじゃね。かっけっしょ。逆にさ、そんだけスマブラやりこなしとって俺にあんな、ま、何回も負けたりすんの。初心者の俺に。ちょっと黙れ。え、お前のフッティングマジでよから。ほら見てこの手キモいわ。でもあお前人の真似。ここにと人の真似するってことはその人のこと好きってことらしい。ちょっと待って俺マジかっけえな。あれこれまだっすか。これまだっすか。で今めっちゃ暑いんですよ。もう日差し見たら分かると思う。ちょっと冷たいの摂取しようかなと思って。見てくださいこちらのメニューを。かき氷とかなんかパフェとかいろいろあるんですよ。食べたい人いる？はい、はい、3人ということで小バはいらんらしいんで、一番高くても1300とか1500ぐらい。700とか600いったら何かしら絶対、まあ、冷たいもの摂取できるよ。そこボーダーラインとしてやりません、ね、はい、よっしゃやっていきましょう。よいしょ。僕からいきますね。ルーレットよーいスタート、おっとっとパッチかこれ。パッチだ。パッチです、まあ、アイテムはないしなしでいきます、はい。てか何が欲しいんだっけ。カイド俺は桃のかき氷食べたいけど1000円するんよ。え結構するやん、まあ、多分諦めて、まあ、マンゴーとか諦めるんかい。フルーツパフェ系いやまあ1000円目指すけど。あでもアイテムはやめる。アイテムはやめます。はい、つむつむなんてやらずに誰もの曲思いついたのバカじゃないのマジで。お前らボケ。また走らせちゃったごめんな本当に。何回も走らせて。あ、ハンバーグありがとう。日田高山で来てつむつむやとんの俺らぐらいだろうな。つむつむやとんのはずいわ。早く終わらせてくれんつむつむ。つむつむやってる人をカメラで撮る俺もはずいねこれ。つむつむやってる本一番本気だから。本当741個でした。あれ？かき氷は食えない。無理やね。741コインなんで、まあ何かしらはね冷たいの食べれると思います。アラジン、アラジン、よーい、ドン。よし。アップ。最後の一撃にかける。これやばいやつだ。あの練習の成果見せれるやん。それ。練習したもんね。教えてもらった。あれからもう何ヶ月経っとんねん。アイテムはなしでいきます。はい。よーい、スタート。どれだったっけ。ルーを絶対消せないんだよ。よし、来た。全然時間あるから。危ない、今薬。あ、使うのかな。いた、あとは靴だけで繋げて。どうか。上から、上から。
はいはいはい、105チェーン。だいぶいくんじゃない。1107。うわ、ハルチいい旅行したんだ今。水の狙いはアイスクリームでしょ。ソフトクリームな。間違いんだお前。そこちげえからアイスクリーム。ソフトクリーム絶対いけるやん。何でもいけるでしょ。お前優位だかな。はい、失礼します。あ、もう絶対いったやん。もうやらんでいい。これアイテム使う。使えよ。先輩、もうちょっと次の店が終わりよ。キモくない今の顔見た。じゃあいいよ。でもサボった。人徳者の娘みたいな。前も何かしら。もういいやん、絶対。絶対いけるもん。こうするんだよ。こうだよ。なんか、稲妻のごとく。俺でいいこれ、もう。もうお前その余裕を起こすよ。俺でいい、マジで。もういいっすか。引いてないからいい。ちょっとビグってしまった。一緒にかき氷食べようよ。かき氷の方食べに行きましょう。はい。溝が我慢しきれず食べちゃいました。ちょっとマジでワンパック小僧。ホットクリームと古代焼き計600円。でもさ、下から取るのやめろや。下手かお前。ずっとめっちゃいいアングルだったけどな今。うわうわうわ、吸い込まれてく、ソフトクリームが。人のもちょうだいよ。よこせ。お、マジかお前。マジでいいの、こんなことしちゃって。いいよ。なんでお腹いっぱいだもん。バカ野郎じゃねえかよ。何味だ。答えんか言うてるか。で、これデブの発想。うわ、でもそれうまいよ絶対。これ中身しかもチョコだった。終わったなお前。夜で僕は600円のスムージーですね。私は600円のスムージーと、かき氷です。300円の焼き芋と、ここ芋。もう食べなかったっすね、かき氷俺。あ、そうやん、お前狙い目かき氷だったやん。願い叶わす。今日はかき氷だったけど、最初これが食べたかったから。ああ、それ水と同じやつや。よこせよ。これ一種類しかないの。マジで春子からあげるよ。あんこだ。うまい。うまくね、この超うまい。何これ。ちょうど俺これで700円ぐらいかもしれない。まんまと引っかかったな俺の作戦に。よこせよそれ一個。お願いします。ください。お願いします。お、みぞいいんだね。ありがとう。おい、はるちもう一個ちょうだいよ。動画撮ってるんだよ。好感度大丈夫かな。これあげない俺。お前が一番好感度悪いですそれ。マジで一個くれ。ふさそう足、ジム行っとる足乗らな。座るときだ。嫌だ。なんか濡れとるは幸せで。その先が？そう。はるかだから許されてるからね。それ。よこしなさい。かわいそうでしょ。ちじる、お前さ、お前がつむつむやらないって言ったよね、自分で。いらないって言ったよね。さっき言ったよね。結局こいつ後で食べたいって言うよって。でもその時もあげんよって、うん。お前らの優しさを信用してたんだよ。いいよ、別にじゃああげるけど、これ。次じゃあ俺やらんじゃろな。よこせよ。やるわけがないやん。見るか分からん。見てこれ、なんじゃあれの理由教えてじゃん。何回も短い方が可愛いやん。やっぱ結局女子も男子も興奮してほしいっていうのがあるんだよ。え、それでしょ、可愛い。てよりその可愛くなりたいってイコールそうだから。だからその潜在的にそういうこと。あ、そうだね、承認欲求。そうそうそう、だから自分がどんだけ可愛く見せるか。だから本当に可愛くないやつほどやるの。で、太もも見たら、じゃあ、ハルちゃんのこと言ってるわけじゃないよ。でも、可愛くない人ほどスカート上げたがるでしょ。私、めっちゃ上げてた。おってベルトしてた。
今から高山ラーメン名物ですよね。高山ラーメン大好きです。私あ大好き、はい、ありがとうございます。この高山ラーメンを食べてもう帰りたいと思います。ハルチめっちゃ食いたがってるね。今日の朝からしてるね。めっちゃ食べたがってるね。あ、死んでる、頼む。あー、心が痛い。次がラストなんで、まあ、みんなアイテム券使ってくるでしょう。え、じゃあアイテム券2個そこに投資するから2個使うってのはダメなの？まあいいんじゃない別に。シリマヤマ取ったらシャー。例えば3枚余った水だったら3回使えるけど、使う価値ないやろ別にお前。お前だけイージーなんだよな、ゲームが。積むも当たりで、いじめがね、お前覚えときよ、これ嫌がったらいじめだらね、いっぱい。まあやろうな。弱いもん、こいつ方。あ、おられる。じゃあ行きましょう。せーの。チンカーベルマスク。マレフィセントだでも今回アイテム4があれば余裕やら余裕でいけるでしょ。アイテムはいくつ使いますか？俺1回でいい？いいよ、じゃあお前1回ね。もう男見せるわ。はい、どうぞ。1回でいきます。はい、ゴー。あ、ゴー。なんか腹立つのお前顔。ちょっと無理だ。いや、無理だよ、もう1回いっちゃったから。お前がいいか、それはお前がいいか。コンボ、コンボ。コンボっていうのはね、コンボが途切れないっていうアイテムなんですよ。意味がわからない。誰のために言うとめっちゃ。いや、マジでくだらんわ、そのアイテム。ガスタネット。だから、マイツンが振ってこんの。やべえ。うわ、マジで。うわ、やばい。714ポイント。3分ぐらい。そうぐらい。だからそのうわ、マジ。置いてある店なの。いや、多分。ちょっと置いてなかったら俺何が食えんの。じゃあ俺行こうかな。よー。スタート。インディジョーズやりたいんだよね。あ、インディジョーズ来るんじゃない？インディジョーズは。ということで、アイテム2回回していきたいと思います、はい、まずコインです。あ、ぶねえ。うわ、こうやった。コイン、通常やんね。めっちゃいいやん。もうそれ、ちゃんとフルスペックで使えるフルスペック、だからもう半チャンセット、半チャン餃子セット。やば、半チャー。行ってきます。やらないっす。めっちゃタイム出るな。できるやん。こいつ大盛りできるやん、絶対。これラーメン3枚ぐらいいく。タイム出るな。でかい。タイムがでかい。タイムもでかし。水の顔の何にとんだこいつって感じ。おいしそうだ。ずっとこの顔で。タイムも出すぎてさ、おばらんのよ。だから新日を帰ってからね。弱えもん、マジで。めっちゃ楽しみ。全然楽しいと思ったことない。今嘘つけよ。楽しい楽しくは関係ないの、俺が。なんでで弱えもん。運ゲーなのになんで勝てんの。だから実力3割の実力がないんだって。プラス、あ、2487無意味。うえ、2480円分の、あ、ビンゴ1個穴開いた。2487分の2500ポイントですね。ということで、まあ変えたの 7? 何なん？総額曜日なん、曜日。超えた、超えた、超えた。よかったね。本当よかった。よかった、マジで。アイテムも2回回します。はタイム、はってめっちゃ切れるよ。タイム、タイムと、あ、これやった、5、4、よしだ。これ絶対行ったな。これは行きました。どうすか今、アルチ状況は。
絶対行ったやん。これ29。おい誰か死ねよ。俺がハンデで残り5秒で行って。ドリーで。泳がんやろ。泳がんのことすら許さない。あれ日頃からお前の油で飛び飛び立つか練習したかない。わ、結果2241。なんで無理やん。もう絶対いけるやん。飛ばしだけ覆されとるよお前。いやー、いかんキモいな、カブコンのなんか頭に。いいだろ。すべすべ、初めて一番やばいですよ。じゃあアイテムはちょっと3つ使おうよ。いいよ。コイン54。あ、今日全部気持ちが分かった。あ、コインだった。コイン、最後コイン54ですね。噛んでくれる。残り40秒くらってる。次残り20秒。バカか俺。リドは残り40秒からやるってことね、ハンデで。まあ、しゃーなし。キモいマナコでしょ。残り2秒。そうだね。そうだ。お前これ絶対行くだろ。もうマジ穴行きのキャラでスデンを出そうと思ったら意味わからん。なんでこんなモブキャラ出したの。1970。強っ。スデン強い。え、強普通に。ということで今回まともに麺を食べれないのはお前だけです。いや、高山ラーメンが食べなきゃの可能性がある。そんな安いやつあるかお前。そのお土産用やろ。みぞうざくね。期待させておいて。おい、めっちゃ怖いよ。めっちゃ怖い。マジで怖い。どうしたみぞう。さあ、お前ひだ牛ラーメン食べれんな。30円足りへん。ざま見ろよ。俺らは自由に食べれるもんね。うん、楽しもうね。うん、うわ、マジか。てかみぞうお前30円足りへんがやろ。お前確実に食えたもん。俺味噌20秒のハンデだから確実に食えた。30円足りんわ。ということで注文していきましょう。はい、じゃあラーメンも届いたら俺の飛騨牛ラーメン。飛騨牛が乗ってます。めっちゃうまそうでしょ。あれちゃんの高山ラーメン。で、こばし見て。ちっちゃ。でも見て、まさかのどんぶりが来た。うん、マジで分けるんだなって。これさ、気持ち写真見るのがタレいっぱいついてね。みんなね、サイダーが、ね、届いてると思います。乾杯しましょう。待て待て待て、 あれ一人だけ。あれ買えないよ、サイダー水だよ。あ、そっか。はい、ということで乾杯。お疲れ様でした。今日早く食べて帰りましょうね。お前とは触りたくない。水が映っちゃう。そんな腐ってる。ということで飛騨牛ラーメン食べますね。まずちょっと飛騨牛単品行かせていただきたいと思います。大赤字。うん、ない。いや、ある。開けて。めちゃくちゃある。もうないでしょ。まださすがにラーメンがある。うまい。うん、その前にみそあげる。なんで俺にくれ、俺にくれ。お前デブになるって。このチャーシュー食ったら。いただきます。あ、渦巻きになると。あ、おっと、ね、煮卵に煮卵チャンネル調整こたつ。うまい、うまい、うまい。幸せな顔。おいしいです。じゃあ次にぞ、取ってあげる。はい、オッケー。次小林。バカだお前。はい、食べろ。ここに資料をこうやってやって、最後にめちゃくちゃつけて。いただきます。はい。ちょ、マジさ、うまい。めっちゃうまい。なんか美味しいよね、やっぱ高山ラーメンってね。美味しい。マジでうまい。じゃあ次小林食べて。チャーシューそれうまいやろ普通に。チャーシュー、いってきます。いってきます。いってらっしゃいって言えよ。はい、食べろや。いってきます。もうない。マジで。お前変なふりすんなよ、マジで。やるからこいつ。これはうまい。うまいけど、うん、麺が欲しい。麺がマジで欲しい。正直な感想。
今めっちゃ気持ちよく寝れる。わかる。帰ったら抱き合って寝ようね。やだ。オッケー。マジで最高。今仲良すぎやら本当に。ごちそうさまでした。早よ。初サイン求められた。初めて買った色紙。これ店に飾るってことですか。はい。店に飾ってくれるらしい。あ、そうなの。でもさ、俺らさ、個人のサイン考えてないやん。いや、今はるっちゃあるけど、俺黒丸にしようかと思ってる。カタカナかしこでいいよね。カタカナかしこでいいよ、真ん中に書く。かしこしで、あ、ちょ、真ん中に書いて、こう作戦会議しますもん。まあ、適当にかも。すみません、初めてサイン書くんで。すげえ、マジで。で、いいよ、で、書いちゃう。アホの猫サイン。なそれ。これ俺のサインだった。すみません、ダサくて。え、これマジでサイン。筋肉の、これ今年や。やばい、サイン何も考えてない。出た、これ。練習した。マルチ練習しました。練習してる。俺の横に書いたら、なんか俺のがすげえダサく見えるな。俺だけ急に感じ。それぞれメンバーカラーでさ、どっか色んな感じにそうだ。で、たまにその感じの歴史を感じるサイン。象形文字みたいな。これ貴重なサインです。ミゾは。これ俺入れて絶対いらんやろ。ちょっとミゾかけて。いいから。絶対後悔するよね。あの人たちも嫌なんだって絶対。ちょ待ってキモいキモいキモい。待って。待って、一番なんかサインっぽいの書いたんだけど、ちょっと見て、ミゾのサイン。ちょい。ちょ、恥ずいってもいい。メチンコうまかったですか。やめろ。サインはまた考え直しますね。あのサインはここ限定。なんでお前俺のやつ勝手に食っとんの。俺の作戦だよ。じゃあ俺にあり感謝言えよ。お前てか、ありーす。違う、お前さ、俺に感謝してからよ。ありーす。俺からサイダーを奪うかどうと、俺の注文したやつ全て奪うやん。何その作戦。ちょ、ありーすやめろよ。はい、ということで今高山ラーメン食べ終わって、ごちそうさまでした。初めてのサインも書かせてもらって。やべえサイン、俺のサイン。マジでやべえわ。小林のサインだけ象形文字だもん、ガチで。ハルチサインもなんか全力発揮できんかった。いや俺のなんてもうなんか字読めんからね。まず俺のが一番かっこいいやろ。いやでも溝マジっぽいんだよな。短いのせこいわお前。もう一回練習しとこう。そう、サインを考える企画みたいなのも撮ってもいいかもね。はい、ということで今からもう帰りたいと思うんでね。まだちょっと明るいっすけど。え、ちょっと俺用事あるで帰らせて。嘘だって。堪能できたんでいいんじゃないですか。うん、楽しみました。てか帰りましょう。ちょっと待って、俺あんま堪能できてなかったわ。だってお前つむつむ弱いだけやん。確かに全部俺のせいなんだよな。もっと練習するか。消そうかって。まあでも隣の県とはいえだいぶ楽しめましたね、はい、いいオフの日になりました、はい、ということで帰って再び編集しましょう。家カタンです、今日はカタンですね。やるよ。